土地 NFT の販売の仕方および購入の方法について説明させていただこうと思います。今ご質問いただいているフィリップ RN 様と佐藤裕太様の質問は後ほど回答させていただきます。ということでですね、土地 NFT の販売の仕方および購入の方法についてご説明お願いいたします。こちら倉田社長からまずは説明いただければと思います。はい、今回土地 NFT に関しましては、この2つの方法で、ご購入いただけるような、この1つの枠組みをちょっと作ってみました。そしてですね、この2つの枠組みを作ってみたのもですね、このエドバースっていうのをこの広いこうジェネレーションといいますか世代間の中でこのいわゆる楽しんでいただくという意味では、まだ、暗号資産をあんまりこうご存じない方々もこのエドバースの中に入ってきて、まあ、アバターで入ってきて楽しんでいただきたいなっていうのがもう我々最もこう理想とするところでありますので、この暗号資産でも土地を、このご購入できるという形と、もう一つはですね、日本円でこの NFT を購入できる形というこの、2つの、こう方法で皆さんはご購入が可能になります。で、特に暗号資産で、ご購入いただく方は7月7日このある時間を、このある時間スタートにですね、用意どんでいきます。今回はこの早い者勝ちということで、一度、やっています。で、今回第1回目のこの売り出しということになりますので、今回第1回目で、ご購入、このあので、に漏れたとかできなかったという、方がいらっしゃいましたらですね、これ第2回第3回で、またチャレンジしていただきたいのと、まあそれにあたって例えばこのなかなかこの簡単に買えないというような状況があるのであれば、またこの売り出しの仕方もですね、その時々でまたいろいろな試みをして皆さんに持っていただけるような、この土地のこの江戸のですね、この町の土地ですね、さまざまな数多くの人に持っていっていただきたいというふうなことで、この皆さんにはご参加いただきたいと思います。そして、この、暗号資産でご購入をいただくというこの方法については後ほど、詳しくまたご説明します。で、日本円の、この日本円で購入できる、というパターンになりますと、これ用意ドンっていうのがなかなか難しいという状況がこうありますので、我々今回このエドバースの土地、これからですね、おそらく数十万、下手したら100万以上の NFT、まあ、土地というものをですね、土地 NFT というものが、この江戸の中で、皆さんがの中で流通していくということになりますので、それを支えるですね、プロパティエージェントというのを、このエドバース内で、指名します。で、この、プロパティエージェントに指名された皆さんには、このさまざまな形でこの、エドバースのこの土地 NFT の中で、ご貢献いただくわけですけども、この、プロパティエージェントを通じてですね、日本円でご購入できるという形で、7月1日にですね、プロパティエージェントが、この、日本円での土地購入の申し込みを、開始いたしますので、そこで、プロパティエージェントエージェントに、この、ご連絡をしていただいて、この申し込みをこう、していただく中で、この枠がいっぱいになったところで、これはストップになると、でその後ですね、7月7日に払い込みで、そこで、NFT が、皆さんのウォレットに、この転送されると、まあ、そういう構図に、なっていく、ということになります。で、そこでですね、基本的なまず、この最初のシーズン1のフェーズ1と言われている大名工事の7月7日の売り出しの詳細についてちょっとお話をさせていただきたいと思います。まずここ先ほどのお話の通りで9690区画というものを今回は売り出します。で、まあ、その中のこの中の一部ですね、貢献した、このコミュニティに貢献しているこの方には、まあ、これはもうほとんどくじ引きと同じくじ引きみたいな形になるのかもしれませんが、本当にこう少数ですけれども、この貢献した人の中の一部の方にエアドロップさせていただくということで、これはまあ無料配布ということですが、これそんな大きな数はありません。その他にですね、このホワイトリスト、これはさまざまなこれも、貢献された方の中で、まあ、エアドロップに漏れた方も含めてになると思うんですが、ここに、この貢献した度合いに応じてですね、このある一定数ですけども、これは 5% 引きで、この NFT を、購入いただけるような、形で、リストを作ります。
そして、この、NFT はあの今一番この企画としてはですね、このイーサリアムというこの世界で2番目に大きな暗号資産の、企画の中の ERC721 というこの企画の中で、この NFT が発行されるので、さまざまなこのこれあのガス代と言われるこの取引にかかる手数料が若干ちょっと高いというのがこの難点ではあるんですけれども、そこにかかるですね取引の流動性、流通の可能性といった意味ではこの一番大きなこの市場の可能性があるということがあるので、まず最初このエドバースはこの ERC721 というところで、これをですね発行していきます。で、あの気になるこの価格のところなんですけども、先ほどお話ししましたこの、一つのユニットがですね、10メーターかける、この5メーター50平米のこの一つの今換算するとそういう、区画の土地約15坪、この15坪の、この地域の、この、NFT となるこの区画をですね、500USDC、これはもう USDC は、このステーブルコインというふうな言われております、 US ドルとリンクして1対1でリンクしている、このコインですので、この500ドルで、これを、ユニットあたり売り出すということになります。そうすると、この約今ですと130円という金額をしますと、約6万5千円が1区画の、金額になります。で、当然その6万5千円でこの1区画小さな区画をもらあの買っても面白くないというふうな思いになる方もいっぱいいらっしゃると思うんですけれども、あのできればですね、ここで、まずその1つのアドレスに対して、はですね、最高で20ユニットまで購入、お申し込みが可能だという形で、これを募集させていただきます。そういった意味では今回、これを全部この売り切ることになりますと約5億円以上の金額がここで動くことになるということです。ここはもう本当にゾロ目でかけて、このヨーロッパ時間のこの、というか、そうですね、この、世界の、標準時間の7月7日の7時7分7秒にスタートするぞということでやってきますので、皆さんその時間をこの待ち構えていただいて、そこで参加をしていただきたいと思います。で、今回このプロジェクトのシーズン1というところで一番このいいところで、資料の中ではですね、この赤い枠で囲っている東京駅と有楽町駅をこのの周りのこの地域、名だたるこの大名の藩邸がそこにこのあった地域を分けます。これはあのですね、もしよろしかったら画面共有をしていただくとありがたいなと思うんですけれども、このあの地図をちょっと出していただきまして、この、フェーズ1のところが、この、東京駅の周りの大名工事なんですが、フェーズ2がその北にあたるですね、大手門の周りの、この大名屋敷を、この第2弾、第3弾がですね、この桜田門という、そういったところでの、ものをやっていきたいと思っておりますが、はい、ここですね、この図になります。でここから、この、渦巻き状にこうずっとこう回っていくんですが、この大名の屋敷というのが、この続きますけれども、おそらくですね、フェーズ7、8ぐらいからは日本橋から銀座にかけての地域で、この地域がですね昔の町人エリアになります。ですからこの大名屋敷、武家の屋敷 あのエリアというののところでの大名屋敷のところから、今度、この町人のところのエリアはですね、それまでの、この設計、大名屋敷は大名屋敷としてのこう一つの佇まいでこう風景、江戸の風景を作っていくんですけども、町人のところはですねちょっとずつ新しい、さまざまに皆さんがかあの考えうるですね、この、建屋というのも、この、建てられて、この、江戸の風景もですね、今現代にある江戸の風景というのを作っていければいいかなというふうに考えております。それではあの、今そこのですね、この地域のこの地図ちょっと、この大名工事の地図少し、この、このクローズアップしてみたいと思いますので、皆さんちょっと、ここの図で共有画面ちょっともう一度見ていただきたいと思います。次のページちょっと見てください。はい、
ここの地域、ここの赤い区切られた地域なんですけれども、非常にこう有名な藩の藩邸がこのように区切られて実際にありました。でこの区切られた、このものをですね、藩邸ごとに、一つ一つ、このコードをつけまして、でそこで測量しましてですね、15坪ずつの測量をしまして、例えばこの真ん中にある TTH と言われているのが鳥取藩ですね。昔の鳥取藩の藩邸だった場所がちょうど200メーター×200メーターの、この、正方形のこの一つの区画であったので、これ非常に分かりやすいのでここにちょっと書いてあるんですが、この左上からですね、番号を振ってこの NFT5 メーター×10メーターのこの区画がですね、1からずっと並びまして、そして20まで並ぶと次21からということで800までこれができると。そしてですね、このですね、これがこの区画ごとにこう並んでいるということです。でこの区画に関して言いますと、この将来これの建物に関してはできればできるだけ大名屋敷に近い佇まいのものを最初から設計して、これを組み上げるという形で、この800のこのオーナーの方、鳥取藩ですとこの800の NFT のこのオーナーの方が共同してこの判定をこの組み上げていっていただくという、そういうゲームになっていきます。でこれやはりブロックチェーンの時代ですね、分散化をされたこうコミュニティを作っていくというこう一つの理念の中でですね、まあこれまでのこう資本主義というのはですね、この独占して競争力の名のもとにおいて独占して、そして収益を上げていくというこう一つの大きなこうこう競争の原理というものがこうあったわけですけれども、このエコシステムの中ではですね、皆さんが それぞれこう協力をして、こうコミュニティの中でその自分とコミュニティ、自分の人生とこのコミュニティの関わりというのをより大切にできるこう一つのゲームというのに仕立てていければよろしいかなと思います。そしてこの NFT の土地というのをまず買うこの順番ということでここに書いてございますけれども、まずウォレットの準備をしていただくんですが、標準的なウォレットとしてはですね、メタマスクを推奨しております。でまあ、これ様々なウォレットがあるんですから、そちら皆さん、お好きなウォレットをお使いになってもよろしいかと思うんですが、まあ、イーサリアム ウォレットの中で、まあ、一番汎用的なウォレットのメタマスクをこのご利用いただいて、これをまず、ご準備いただくんですが、これ今までこの今回、資産デザインフェアで参加して分かったことはですね、まあ、富裕層の皆さん含めて、こういう暗号資産のことをあまりご存じ、これまでなかったという人たちはですね、このメタマスク自身もお持ちになって、メタマスクというウォレットもお持ちになってない、また暗号資産ウォレットをお持ちになってないという方もございますので、今日ですね、皆さんにこのメタマスクのこのいわゆる設定の仕方というのもちょっと後ほどやっていただいて、そして皆さんにですね、実際にこう設定していただき、オンラインの方もですね、ぜひここでこの機会に設定をしていただいて、そしてですね、この皆さん自分自身のこのアドレスというものを取得していただいて、これをこの我々のこのチャットにお送りください。でお送りしていただいたこのアドレスについてはですね、今日ご参加いただいたこの証としてですね、実際に NFT 土地 NFT をご購入いただいたときには 2% ディスカウントさせていただきます。そしてこのメタマスクご準備をいただきましたら、このアドレスの登録で、そこでですね、このメタマスクの中に、先ほどの USDC というものの資金の充当をしていただきます。これはもともと日本の取引所で USDC が購入できないこともありますので、まず、イーサリアムをご購入いただいた後に、このDEX と言われている、まあ、推奨しているのはいろいろあるんですけど、まあ、今ユニスワップとかさまざまなスワップのというのがありますので、まあ、その中から、この、イーサリアムをこの、USDC に交換していただいて、そして購入、申し込みプラットフォームが出てくるのをお待ちいただくと、まあ、これは7月7日の直前になるかと思うんですけども、このエドバース IO の中にですね、プラットフォームが現れますので、そこと、この、メタマスク自身のウォレットをコネクトしていただいて、そして、この申し込みをいただきます。
そうするとですね、実際の、申し込みいただくと取得確定しますと、今回ここの、この土地 NFT については皆さんご自身で生成していただきますということは、土地自身のその権利をお買いになられたということになりますので、この NFT 自身はこの、の生成はご自身でしていただきますと、このウォレットに転送していただ、転送されて、これが、皆さんのものになるという、そういう算段で、この暗号資産上では、なってきます。で、日本円でご購入いただく、方はですね、これの中の相当な部分をはしょることをはしょってですね、最終的には日本円を申し込んで、それが、取得可能で、なったという時点で、この資金を、この指定の口座に、お振り込みいただければ、この、ウォレットの方に、この、土地 NFT が転送、されるという形になりますので、この、ウォレットの準備だけはですね、100% その事前には済ませておいていただければ、ならないということに、なります。ですね、そういうことでまず、ここまでが大体の、土地 NFT の販売の仕方、購入の仕方についての、概要となりますが、ここからですね、もし、この中でちょっと皆さん、参加者の皆さんにもちょっと質問をさせていただきたいと思うんですけども、今日今約、ですね、131の、参加していただいている、Zoom に参加していただいている方がいらっしゃるわけなんですが、この皆さんの中で、このもうすでにウォレットをお持ちになっていらっしゃる方っていうのを、あれですね、どうやってしたら分かるか、上げるボタンありますね、はい、手を上げるスタンプのボタン、手を上げるボタンでちょっと上げていただいてもよろしいでしょうか。右下かなんか、右下の方にちょっとあるかと思うんですけど、はい、挙手ボタンがあると思うんですけど、確認できますか、これは。僕もちょっと確認できない、はい、もしくはチャットでもいいですけど、はい、どのくらいの方が実際にメタマスクを、10ぐらいですね。ということは10分人以上がもしかして持ってないかもしれない。お持ちになってらっしゃいます？持ってないです。そうですね。持ってないです。メタマスクは持ってらっしゃる。あ、そうですね。はい、会場にいらっしゃる方もね、やっぱりなんか、はい、持ってらっしゃらない方もいらっしゃると思うので、せっかくこの機会ですので、で、今日このメタマスクの、設定の方法をここで皆さんデモをしながら、皆さんも一緒にやっていただきたいと思うんですが、これ暗号資産のもう本当に特徴で、皆さんがご自身の自己責任においてですね、この皆さんの資産を守って、そしてこれをこのウォレットと言われているこの財布をですね、皆さんが所持していくと、まあ、実際皆さんもこういう財布をお持ちになって、普通の財布を持っていらっしゃれば、これ本当に落としてなくしてしまったら、本当に、これ中に入っているお金もなくなりますし、まあ、届けてくれる方もいらっしゃるかもしれませんけども、暗号資産の世界では、そういった届けてくださる方ってあんまりというか、もう見つからなくなってしまうので、このウォレットのですね、これから、作っていただく皆さんにはですね、ここで、ね、ウォレットの鍵となる、まあ、秘密鍵というふうに言われますけれども、まあ、リカバリーフレーズというふうな形では言われることがあるんですが、実際にはこの秘密鍵というものを、皆さんにこの書いていただいて、これは誰にも見せずに、誰かに見られるとその秘密鍵で、皆さんの中のそのウォレットに入っている資産は全部取られてしまいます。ですからこれはもう皆さんだけの秘密の鍵という、これをですね、これから準備していただきますので、まずメモ帳の準備、コンピューターともしくはスマホ、それに皆さんメモ帳の準備をしていただいて、これに臨んでいただきたいと思います。それではどなたか、はい、じゃあちょっとどなたか画面共有していただいて、メタマスクの画面共有お願いしますか。私口頭で説明いたします。メタマスクってあれなんですよね、全ての Web3 サービス共通で使えますので、この際導入していただければ、この後 NFT を買うだったり、いろんな Web3 のサービスの使用が可能になります。 Web2 のサービスってだいたいアカウントを作らされるんですよね。ホームページに行って氏名とメールアドレスと電話番号を入力して、そのサイトのアカウントを作らなければならないじゃないですか。もしくは Google でログイン、 Facebook アカウントでログイン、 LINE アカウントでログインってありますよね。そういうのいらないのが Web3 の世界なんですよ。コネクトウォレットで終わりなんですよ。自分のメタマスクをつないで終わり。
ユーザーが自分の情報の所有権を手元に置きながらサービスを使う世界線が Web3、情報の民主化ということでございますので、その中でメタマスク、プライベートウォレットっていうのは、全ての根幹となる概念でございますので、この際に導入していただければなというふうに思います。画面共有ってなされていますかね。プロジェクトメンバーの、とある一人が、画面共有を私の代わりにしていただき、私がコートで説明をするという感じになると思うんですが、そうですね、まずメタマスクのメタマスクのページを、ね、ページをちょっと開いて検索して開いていただくということですね。はい、あ、今すみません、私がね、ズームちょっと見れてなくて申し訳ないんですが、今画面共有されている、そうですね、多分、はい、しますね。はい、そしたらですね、この、メタマスクのページから、メタマスクをダウンロードしていただければと思います。あ、画面、会場のズーム画面でズームが見れてないんですが、これって可能でしょうか。今ね、こんな感じになってる。あ、なるほど。ズーム上の画面では見れていますけど、あそこのモニターに多分本当は映るといいんでしょうね。多分会場の参加者が、見れていない状況になっています。まあ、このメタマスクのこれで今これ、はい、では、ズームの参加者はおそらく見えていると思いますが、はい、ここから、メタマスクを、携帯 iPhone の方、スマホの方は、アプリとしてダウンロードしていただく、もしくはパソコンで見ている方は Chrome エクステンションですので、ブラウザ Chrome を選択してそこに導入するような形でインストールしていただければと思います。まあ、お使いのデバイスや環境によって多少は違うんですが、アプリの場合であれば Apple Store もしくは Google Store でアプリをダウンロードしていただく、パソコンお使いの場合であれば、ブラウザを Chrome 選択していただいて Chrome エクステンションとして導入していただくという形になります。ちょっとゆっくりめに進みますね。この辺からだんだんと混乱してくると思いますので、ゆっくりゆっくりいきます。はい、スマホの方はですね、 iPhone の方は Apple Store からメタマスク、キツネのアイコンのものですね、をダウンロードしていただく、Android の方は Google Store から同じくアプリキツネのアイコンのものをダウンロードしていただく、パソコンを使いの方、パソコンから Mac って Mac とかでアプリダウンロードしてもらって構わないんですが、通常パソコンで使う場合はブラウザを Chrome 選択していただきまして、 Chrome エクステンションとしてこのサービスをインストールするという形になります。だいたいなんとなくいけましたでしょうか。とりあえずキツネ目のマークのものと覚えておいてください。こちらプライベートウォレットです。プライベートウォレットって何ですかって思うと思うんですが、取引所の中にお金を置いておいてもいいし、手元に置いておいてもいいわけじゃないですか。手元に置いておきたいっていう人は取引所からお金を引き出して自分の手元のお財布に入れる、それがプライベートウォレットでございます。なので皆さん暗号資産の取引所でアカウントあると思うんですが、大体ですね、クリプトをやってる人っていうのはその一部を手元のプライベートウォレット、メタマスクに移動させて分散して資産を管理したりしています。そしたらですね、次は設定をしていきましょう。共有画面、進んでください。 OK を押していただければ進むと思います。このキツネのアイコンを見るたびに Web3 の人だったら、あ、メタマスクのことだなっていうふうに思うと思います。はい、それでは、そのまま進んでください。これはUI がシンプルですので、どんどん青色のボタンを押していただいて進んでいただければ設定に行きます。はい、ここ出ました、メタマスク。はい、これも同意していただいて青色のボタンを押して進んでいただければと思います。はい、ここでパスワードの設定でございます。このパスワード皆さん他人に教えないでください。はい、これもね、パスワードをどこかにメモしておいて他人に見せないようにしてください。あとメタマスクに似たようなサイトで詐欺があったりするので、それも気をつけてください。偽メタマスクみたいなのもたくさんあったりするので、必ずオフィシャルのものを使うように気をつけてくださいね。はい、ありがとうございます。で、進んでいただきまして、作成ですね、利用規約からの作成。はい、
こういうなんていうんですか、チュートリアル的な素材もメタマスクの方で用意しているので、お時間ある時は見ていただいてもいいかなと思います。今はですね、時間の都合上割愛させていただきますので、次へ進んで設定の方に移っていきたいと思います。はい、ここが、一番の山場であり難関なんです。シークレットリカバリーフレーズ、これがですね結構面倒くさくて、ここでつまずいてしまう方が多いんですが、ここを乗り越えたらバラ色の未来が待っていると思って頑張ってください。シークレットリカバリーフレーズというのはですね、要は他人に教えてはいけない秘密鍵、他人に絶対教えてはいけないものです。で、ここの秘密の言葉を表示するには、ここをクリックしますというところを、押していただきますと、秘密の言葉フレーズがたくさん出てきます。12個ですかね、確か出てくるはずです。それをアナログなんですが、白紙か何かにメモしていただきまして、一旦白紙か何かにメモしていただきまして、で指示通りに順番通り入れ直すという作業をします。はい、もうこれも出ちゃってるんですが、これちょっと一旦おとりで使うやつ。例えば、このシークレットリカバリーフレーズ、今ズーム画面共有で出てるものだと、キャッシュ、ドライ、ダイアリー、レイト、リーダー、アンベール、ダンプ、オペラ、クレバー、グループ、サドン、スクエアと、この順番のままメモします。そしてそれを誰にも教えないでください。この順番のままメモします。これ確かですね、アプリだとスクリーンショット撮れないようになってるんですよ。セキュリティ上の理由から。スクショ撮ってそれでっていうのは確かできないんですね。ちゃんとアナログなんですが、どっかにメモしなきゃいけないですね。で、そのメモは必ず絶対なくさないようにしておいてください。ここでちょっと一旦時間取ります。僕このメタマスク導入の セットアップをこの間いろんな人にやったんですけど、平均1人10分から15分はかかる印象でしたので、ゆっくりゆっくりやろうかなと思っています。はい、このシークレットリカバリーフレーズ、ここをとりあえずこれが大事なんだよと、秘密鍵とかね言ったりもします。はい、このランダムに生成された単語をしっかりメモしてください。白紙に。基本的におそらくスクリーンショットはできないかなと思います。スクリーンショットして写真を持っていてもちょっと危ない気もしますね。なんか携帯かなんかがハックされた時にそれが分かっちゃうと。あとメモ欄、パソコンのメモ欄とかに貼り付けてる人もいらっしゃるんですが、もしそのパソコンのデバイスがなんかハックされた時とかに、そのシークレットリカバリーフェーズ抜かれてしまうとかもあったりするので、必要以上に気を配って管理していただくのがいいかなと思います。たまにクリプト業界天才みたいな人がいて全部暗記してるみたいな人いるんですけど、基本的に人類には不可能なので普通にメモしていただくのがいいかなと思います。天才プログラマーとか天才ブロックチェーンエンジニアで全部暗記しちゃうみたいな人ごく稀に、ね、いるんですけど基本的には無理ですのでメモしてください。で、大体メモできたと思います。メモしていただいたらそのまま次の設定に移ってください。そしたらメモした単語を順番通りに、入力入れていただくと設定ができると思います。これですね、シークレットリカバリーなんだっけ、はい、はい、シークレットバックアップフレーズの確認、これをさっき、ノートにメモした、単語を順番通りに入れていってください。これ1個でも順番間違えると承認できないですので、はい、順番通りに、この、秘密鍵は絶対に誰にも教えないでくださいっていうのが、ツイッターとか暗号資産の業界でもよく言われると思うんですけど、例えば他人の連帯保証になっちゃダメだよとか、そういうの昔からあると思うんですけど、暗号資産の世界ではこの秘密鍵だけは絶対に教えたらダメだよというのがあります。なくさないでください。これはもう復活不能になってしまいますので、はい、で順番通りに入れると確認っていうボタンが青で押せると思います。そうするとですね、セットアップ一旦完了になります。順番通りに単語を入れたらセットアップが完了になります。でこのメタマスクが、設定完了するとエドバース以外もですね、全ての Web3 のプロダクトの使用が可能になります。いろんな NFT の販売だったりとか、例えばオープンシーとかに行って NFT を売買するだったりとか、他のメタバースのサービスに行ってメタバースを遊んでみるとか全部可能になります。
逆にですね、いろんな企業のページに行ってアカウント一個一個作るよりは一回これ作っちゃえば終わりっていうので僕は楽だなって思ってるんですけど、あの Web2 のサービスだったら毎回アカウント作らなきゃいけないじゃないですか、情報入力して。もうこのウォレット、メタマスクさえあれば全ての他のサービスは右上のコネクトウォレットっていうボタンを押して完了なんで、これが Web3 っぽいあのユーザーの使い、あのユーザージャーニーかなというふうに思っています。なんとなく分かりましたでしょうか。手順もう一回さらっと言います。アプリをダウンロードする、もしくは Chrome エクステンションとしてインストールする、そしてシークレットリカバリーフレーズ12個ぐらいの単語を、ノートにメモする。その単語を順番通りに入力して確認ボタンを押すと設定が完了します。これでメタマスクの設定が完了したと思います。最後、メタマスク、自分のメタマスクのアドレスって分かりますでしょうか。ズームでも出しながら説明していただけます。この自分のメタマスクのウォレットアドレス、もう一回言いますよ、ウォレットアドレスっていうのを、確認してみてください。それがまあ住所になりますね。自分の住所、メールアドレスと同じですね。このアカウントっていうボタンを押すとクリップボードに勝手にコピーされていますね。この複雑な 0x なんとか、 Zoom で今日画面共有してるもらってるあのアドレスだと 0x なんとかで始まる長い桁数、これがウォレットアドレスになりますね。はい、メタマスクの一番上のアカウントっていうところを押すと自分のウォレットアドレスっていうのが表示されます。これがあなたの、まあ、メールアドレスとか住所に近いものですね。 Web3 の中であなたのウォレットのアドレスになります。はい、これがまず見れたらその時点で Web3 の人生はここから始まります。うん、これ今、はい、このアドレスをですね、せっかくコピーしていただいたんで、はい、このチャットにペーストしていただくと、はい、我々アドレス登録できるので、もしくは Google フォームが、Google フォームありました、ね、ありますね。はい、はい、Zoom の、チャット欄にですね Google フォームがあります。そこに自分のウォレットアドレスを貼っていただければ、こちらホワイトリストといって登録が完了するので、実際に購入するとき 2% のディスカウント、ね、NFT 購入するとき 2% のディスカウントを聞かせることが、はい、できます。こちら会場で参加している方は後ほど手続きさせていただきますので、うん、今Zoom のチャット欄にある Google フォームにメタマスクのウォレットアドレスを記入していただくと NFT購入の時 2% ディスカウントされます。で、一応今日ですけれども、これまだメタマスク今設定されててなかなか慣れてない方で、はい、こう今ちょっとこういろいろ試してらっしゃる方もいらっしゃると思うので、これが今日はですね今5時27分なんですが、この Google フォームをですね、今日の参加者の方ですね、参加者の方のみにですね、午後7時ぐらいまで開けとく、はい、っていう感じにでしますかね、はい、もしくは8時まで開けておきますので、はい、これからちょっとなんか面倒くさいからあれだなという人もですね、ぜひちょっとチャレンジしていただいて、このアドレス、自分のアドレス確認できましたら、この Google フォーム使って我々の方にお送りください。で、8時になりましたらこの Google フォーム消えますので、これで今日のところで、そこは締め切りになりという、そういう、オペレーションでやりたいと思います。はい、はい、お願いします。自分もなんか説明してて外来語ばっかり自分で説明してて面白くなってきちゃうんですけど、Zoom のチャット欄にある Google フォームにメタマスクのウォレットアドレスをコピーするとホワイトリストに登録されてNFT が 2% ディスカウントされますって、何が何だか分かんないかと思うんですけど、1時間前だったら分かんなかったと思うんですけど、今だったらなんとなく言ってること分かると思っていただければ嬉しいと思います。そんなに難しいことではないですね。お財布の住所を貼っつけてくださいっていうだけの話なので、そうすると安く買えますよっていうことなんです。今日の午後8時まで受け付けてますので、ちょっと頑張ってみてください。ちょっと最初メタマスクの導入が難しくて、僕はなかなか Web3 の裾野が広がらないんじゃないかなとは思うんですけど、メタマスク1回導入できちゃえば Web3 の全てのサービスが使えるようになるので、ここから時代の最先端に行けると思うので、ちょっと頑張ってみていただければと思います。そしてですね、今17時半になりましたので、またちょっと質疑応答の方をやっていきたいと思います。皆様チャットで質問ぜひ書いてください。ちょっとですね、人数の関係上ですね、スピーカーをミュート外して喋っていただくのが難しいので、チャット欄に質問をたくさん書いてください。ですね、今、質問ある質問ちょっと少しずつ答えていきたいと思います。ですね、
先ほどあった質問答えていきますね。フィリップ RN 様から、7月7日の初回発行も IEO ですか。 IEO というのはイニシャルエクスチェンジオファリングの略ですね。銀行業務の話の中で発行流動性の調整という話がありましたが、それは運営が価格を操作できるということと同意ですかという質問がございます。これはどうでしょう、佐藤さんの、あ、すみません、STS、倉田さんと TS さん、松田さん答えられる方お願いいたします。はい、まず7月7日の、NFT のセールに関しては IEO とは別物になります。7月7日は NFT のあくまで NFT の販売でございまして、 IEO は、トークンのセールになっておりますので、こちらは別になります。で、2つ目の、質問に対する回答です。運営が恣意的にコントロールするというよりはですね、基本的にスマートコントラクトで全て自動で定義をさせていただきます。まあ、例えばですね、売上が入ってきたら自動で何パーセントは流動性供給して板を厚くするんですとか、何パーセントは買い戻し資金として自動的に買い支えをしますとか、そういった形でですね、基本的に全てオープンでやらせていただく想定でございます。で、3つ目が3つ目がですね、あ、でも今ので回答になってるかなと思います。はい、こちらがお回答とさせていただきます。はい、あと、すみません、メタマスクのアドレスを記入する Google フォームなんですが、今調整中ですので今しばらくお待ちください。 Zoom のチャット欄に Google フォームを送付いたしますので今しばらくお待ちください。はい、それからまた別の質問ですね。佐藤様からの質問、歴史上の人物はアバターオークションで落札する感じでしょうかという質問でございます。はい、これはですね、皆さん盛り上がっていただきたいなと思いますが、このアバターオークションもですね、このネットでオークションするのかリアルでやるのかっていうのも考えているんですが、やはりこう有名な歴史上の人物に関してはですね、リアルなオークションで会場でですね、皆さん、競っていただきたいなというふうに思います。はい、楽しみですね。そしてアバター関連の質問なんですが、先ほどアバターのお話が出ましたが、その中でプレミア化で、オークションがあるとおっしゃってました。私は、忍者の末裔で、サルトビサスケの血縁と言われ、家紋もありますが、著作権などの問題は大丈夫でしょうか。私はエドバースで、伊賀の発展を考えていますと。忍者の末裔の方からの質問でございます。松田さんにじゃあちょっとお願いしましょう。松田さん回答できますでしょうか。お待たせしてすみません。忍者の末裔の方、ぜひエドバースへお越しください。楽しみにしております。基本的にですね、今回その徳川家広さんの監修でエドバースを再現していくっていう活動ですので、当然その、現代まだいらっしゃる著名な家の方々をですね、オフィシャルに巻き込んでいきたいなっていうのが、いわゆるその、上流のお話でして、で、実際に伊賀の忍者の方とか様々な血縁関係の方もいらっしゃると思うんで、そういう方もどんどんエドバースに入っていただきたいなと思ってます。で、著作権等々についてはもちろん我々のこう仮想空間の中でですね、作っていくものになりますので、明確明瞭にその著作権が存在する、直近 数十年ぐらいでですね、知的財産があるようなところっていうのは当然著作権等々を確認必要なんですけれども、基本的には著作権切れしているようなところ、であればウェルカムでいろんな方にどんどん参加していただきたいなと思ってますし、もしそういう、私も自分の家系的に、こういう、屋敷を作りたいとか、この藩のもともと藩主でしたみたいな方がいらっしゃったら、ぜひどんどん参加していただいて、皆様でエドバースをどんどん盛り上げていければいいかなというふうに思っています。基本的には著作権、仮想空間の中で現状ではあまりそこのところは関係ないというふうな理解でよろしいんですね、松田さん。そうです、そうです、もちろん。はい、ありがとうございます。では質問していただきました忍者の末裔の方もぜひエドバース楽しんでいただければと思います。ぜひ。はい、ありがとうございます。そしてまた別の質問、インサイドレポートでパートナーのお話があったのですが、パートナーの発表は近々あるのでしょうかということです。そうですね、これ後ほど、後ほどでいいですかね。そうですね、はい、今もしよかったらなんかちょっと触りのところで松田さんよかったらお願いします。一応ですね、今オフィシャルで、表現させていただいているパートナー様の中でほぼ確定しているところが数社あっ
て、それをちょっとオフィシャルのアナウンスにするタイミングを今測っている状況にはなります。まあ非常に細かいんですけれども、いわゆるそのアグリメントの書面確認等々をしている最中ではあるので、一応それが固まってから、あの財団側としてはオフィシャルなものとして発表したいなとは思っています。で、具体的なところで言うと、おそらくその、あの空間開発のところのパートナーのところ、あとはそのトークナイズのところと、まあ、なんですかね、ちょっとこう協力体制が、設けられそうな、そのアンバサダーの方々の候補のパートナーかなっていうところはあると思うんですけども、まあ、非常に近いというか、もうほぼクローズしてると言ってもいいんですけど、一応その、まあ、財団としての活動ですので、ちゃんとしたアグリメントがやっぱあってから、あの正式なアナウンスをしていきたいなってところで今、あのそういうコントロールさせていただいてるので、もう少しだけお待ちいただければ、あのオフィシャルなアナウンスができるかなと思っています。はい、ですので、あの交互期待ということでお願いいたします。はい、そして別のユーザーの方から、まあ、質問というかリクエストなんですが、本日の説明を深夜ワイズのホームページなどに載せていただけますでしょうかということですが、そうですね、これただあの、はい、我々の方で深夜ワイズそのものはですね、エドバース株式会社を 100% 子会社として、いわゆるファン、さっき松田さんも話しておられますエドバースファウンデーションというところが作り出すエコシステム の、 このコンサルをしているということになるので、まあ そこにかかるこう一つの、コンサルにかかる今内容については、このウェブサイトの方、神話ワイズホールディングスのグループとしてのウェブサイトにも、掲載は可能かと思うんですけれども、この、 状況そのものについてはエドバースファウンデーションのこのウェブサイトの方から、皆さん、このお入りいただければというふうに思います。はい、ちょっとだけ少し補足させていただくと、皆様も多分ご存知だと思うんですけれども、暗号通貨に関するですね、日本国でいうと資金決済法、もう一つは税法っていう、まあ、大きなルールがあるんですけれども、これが国によって全然違ったりするんですね。で、まあ、日本は比較的厳しい方で、まあ、実際個人的な経験でも交換業を取ったことがあるんでよくわかるんですけれども、まあ、非常に取るまでが大変だったり、あるいは税金の解釈がかなり多岐にわたったりしています。であくまでも今回エドバースのプロジェクトっていうのがもちろん日本初の素晴らしいメタバースプロジェクトではあって、国策としてその Web3 用の国策として、恥じないレベルのものではあるという自負はあるものの、あくまでもターゲットがやっぱりグローバルマーケットというところもあってですね、で我々 のトークンの設計であったりとか、まあ、トークンエコシステム、トークノミクスみたいなものは基本的には海外の法人を中心に海外の財団の活動として世界に広げていく、今いわゆるクリプトのそういうエコシステムがあります。で今回先ほど倉田さんからご説明いただいた通り、エドバース株式会社っていうのはこのクリプトのエコシステムの超重要貢献者、コントリビューターの一人ではあるものの、全部こう、牛耳っているわけでは当然ないですし、それも物理的にそういうことはできないので、あくまでも事業活動はエドバース株式会社が日本国内の中心に担いますと。でトークンの発行や管理、それからデリバリー設計等とは全て、海外チームで、財団がしっかりとこう事業になっていくという住み分けになってますので、その情報発信の仕方が結構気をつけないとですね、誤解されてしまったりとかするものがあるので、基本的にはそういう体制で、推進しているということを改めて皆様にはご理解いただければ嬉しいなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。ちなみにメタマスクのアドレスをGoogle フォームに記入していただくホワイトリストなんですが、現在10件ほど来ていまして、結構皆様続々とアドレス作ってホワイトリスト登録していただいております。ありがとうございます。そしてこちら質問というか、まあ、感想なんですが、佐藤様からですね、計画が壮大、実現したら本当にすごいことになるんですが、それを実現するためのパートナーの続報があればよろしくお願いいたしますということでございます。はい、こちらのパートナー出せるタイミングになりましたら続々と情報発信解禁していきますので、広告期待お願いいたします。その他質問ございますでしょうか。たくさん皆様アクティブに質問していただきましてありがとうございます。ちょっとありますかね。はい、今のところこれで、今何かタイミングしたのかな、あと何か
NFT 販売関連で補足情報などありましたらお願いいたします。ちなみにメタマスクの設定関連でも大丈夫ですよ。質問今設定され準備されている方多いと思うんですが、そこでわからないことなどあったら聞いていただいても大丈夫です。はい、これあとこの間ブロックチェーンエキスポだとか資産運用フェアとかに出た時に結構質問されたんですが、実際のプロダクトはいつ触れるようになるんでしょうかって質問がありまして、まあ要は 3DCG 空間の江戸を実際にこう体験できるのってどれくらいから始まるんでしょうかっていう質問がありましたが、こうやって、いかがでしょうか。じゃあちょっと僕の方から、はい、お願いいたします。空間開発のところだけご説明させていただくと、はい、今急いで、LINE を開けて作業してもらっていて、今月下旬から来月の頭にかけて、その、いわゆる皆様が体感いただく空間開発のクオリティの、手触り感、肌触り感がお見せできるかなと思っています。で、一回その、空間ができてしまえばですね、後でその、その中でアバター作ったりとか入り込んだりすることはそんなに時間はかからないので、体験ツアー的に中に入れる、スケジュールで言うと多分最短で9月ぐらいから、中に入ったり屋敷見れたりするようなスケジュールが、現実的かなっていうところで今やってる最中ですね。はい、ありがとうございました。今ホワイトリスト21件ほどになりましたね。なのでおすごいかなりの方がこれ結構世間的に言ったら相当進んでる作業をやっていただいてるんですよ。日本の人口の何パーセントがこの作業できてるんだっていう話なので、もう Web3 の入り口に皆さん立っていただいていることで、なので要はエドバースが Web3 のきっかけになるプロジェクトになると嬉しいなというふうに思っております。そしてですね、少し早いんですが、質疑応答一旦落ち着きましたので、徳川家広さん、徳川宗家第19代徳川家広さんの、基調講演を始めたいと思うんですが、大丈夫でしょうか。もし徳川さん今よろしければ50秒お願いでいただければと思います。ここで、そうですね、こちらにいらっしゃっていただき、はい、こちらでお願いいたします。はい、僕らそっちに移動します。はい、それで、今メタマスク、これ、先ほど100名ほど、どうぞ、100名ほど、100名ほどの方プラスアルファの方がまだお持ちでなかったので、ぜひですね、これを機会に100名ほどのこのご登録をいただくと、実際に、皆さん、7月7日に向けてですね、この、ご参加をいただけるということになります。で、ここからメタマスクの方ができてからですね、少しだけちょっと補足をさせていただきますと、まず最初に土地の NFT を、ご購入いただいて それが送信されて受け取るというところまでは実はこのそれほど大きなストレスにはならないんですけれども、今後ですね、その土地というのの売買が生じます。で、売買が生じるときにですね、それの売買の手数料がイーサリアムで支払われるということになります。で、そうなりますと土地の NFT を持ってそのまま誰かに、この売るよといったときに転送しようと思っても手数料がないと転送できなくなりますので、メタマスク今作られましたらですね、このできるだけこの早い時期に少しだけこの手数料分になるイーサリアムをここの中に転送されるということをお勧めいたします。で、これのじゃあイーサリアムどうやってここに送ればいいのかということになりますと、日本国内ではですね、先ほどの、この交換業をやっている、この仮想通貨取引所、有名なところでは、コインチェックとかビットフライヤーとかビットバンクとか GOM コインとか、DMM ビットコインとかですね、そういったその、交換業のアカウントをこの、作っていただいて、で、その中から、そこで日本円を入れていただいた後イーサリアムにこれを変えます。で、そしてイーサリアムに変えた後ですね、自分のアドレスにこのイーサリアムを送金するというこの作業ですね、これをしていただくと皆様のウォレットに、イーサリアムが、この、着金をするということになります。そしてですね、
このじゃあ USDC に変えるという際には、あの今度、また、この着金されたイーサリアムの中から買えるということと、もともとのこの USDC に変えてから買えるというのがあるんですが、これはまあ同じ作業ですので簡単にお話をしますと、まあイーサリアム分、あのこの先ほど 500USDC 分、まあ、もしくは20区画買いたいという場合は1万 USDC、まあ、1万ドル約130万円ぐらいになるんですけども、まあ、あの今のイーサリアムの価格でいうと、約そうですよね、4イーサリアムぐらい分がこの最大20区画ぐらいになるんでしょうかね。あの、まあ、その分の金額をあの DEX と言われているこの分散化取引所というのを言われている、取引所があります。でこれがあのユニスワップとかですね、さまざまなスワップと言われているこのいわゆる取引所がこうあるんですが、その中でもですね、あの一番あの今、手数料も安くて、一番このマーケットレートに近いのがワンインチっていうのが確かあると思うんで、あのワンインチというところに、この飛んでいただいてイーサリアムから、この USDC に変えていただければ USDC が出来上がりという形で、このプラットフォームが立ち上がるまでにこの USDC、皆さんがご購入希望の金額の USDC というのをお作りいただくのと、そこにですね、若干のイーサリアム手数料をいずれ生じる手数料分としてのイーサリアムをそこの、自分のメタマスクに、入れておいていただくという、これをご準備されていれば、もはや準備万端という形で、この7月7日のプラットフォームがオープンしたで用意どんのところで、このその口座をコネクトしてお使いいただくと、まあ、そういう段取りになりますので、まあ、若干ちょっと口頭ベースでお話してますから、あの分かりにくい部分もあったかもしれませんが、もし分からなければまたあのこちらの方にですねお問い合わせをいただければと思います。ということで、ご紹介をいただいて、家広さんの方に、今日のお話を、開始していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。倉田社長、フォローアップありがとうございました。